すごくない？今日負けねえぞ俺。ふぅー、パチンコ楽しい。はい、抽選でございます。抽選参加人数が420名様くらい。予備番考えると450はありそうな感じ。あ、やっぱりってならないように頑張ります。いくぞ、両番2桁。それ、あ、やっぱり。はい、スーパー入場タイムでございます。よろしくお願いします。おはようございます。もうジャグラーはいけるんだね。まあ、ここはね、ジャグラーあんまり押せないので、はい、僕がまっすぐ向かう先は前もここ来たな。はい、そうしましたら朝一は新エヴァンゲリオンタイプレイでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、おはようございます。私セブンズ TV メンバー人間体感キバラスです。本日は埼玉県三郷市にございますパラッツォ三郷中央店にてバラスのオレ打ち。オレ打ちとは、オレ打ちっぷりをアピールすることである。ゆえに何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。で、朝一取った騎士は新エヴァンゲリオンタイプレイト。まだ動画上がっていないと思うので、完璧なタイプレイ実践動画を撮ってインターネットに残したいと思います。まずスペック説明ですね。大当たり確率319分の1、ラッシュ突入確率が 63%、 時短引き戻し込みで 73%。ラッシュ入ってからは、ラッシュ入ってから説明いたしましょう。まあ、皆さんご存知だとは思うので、まあ、スペックではない演出面を見せていこうと思います。で、カスタムは先読みチャンスを入れておりますと。そしてこの台の注目演出なんですが、もうたくさんありすぎてこれっていうものはありません。なので都度説明をしていければと思います。みんな信用してないっしょ。もうワロスって信頼度ガバガバやんって、意味ないやんって思ってると、もうタイプレイ勉強しておりますと期待してください。なんなら調べてパッと出てくるような何パーセントってもう別にみんないらんと思うんですよ。テロップにも出てくると思うんで、僕はそこじゃなくて、この演出とこの演出、この絡み合いが熱いのか熱くないのか、そこをお伝えしていきます。任せてください。そこそこタイプレイ打っております。ただ心配なのが、今の視聴者の需要的にインデックスとリゼロシーズン2、そっちの方に行っちゃってんじゃねえかなっていう、そういう心配はある。僕がね、見てないんだよな、インデックスとリゼロ。呪術廻戦のパチンコがあれば、それはもう積極的に打っていきたいけど、知らない判件はね、知ってる人が打った方がいいわ。あの、朝結構430名様くらいいたけど、タイプレイ結構空き台目立つね。もう需要ない、明日への方向ではなかったことが起きている。やっぱりみんな明日への方向好き？いや、俺も明日への方向打ってもいいけど、ちゃんと卒業式やってるんだよな。いつまで経っても過去に縛られている YouTuber、 いやっしょ。これ発展して尺する？尺だね。ただね、これ先読みカスタム入ってるとマジでガセ発生しまくりなんよな。5シングル、ちなみにまだ31回転。まあ、無論ね、これはね、熱いんだけど、ただこれね、ほんと浮かせる。先読みカスタム入れてると。チャンスアップしないもんね。ノンシェイク。奇跡。そうなんよ。マジでこれ、よく起きるんよ。みんな学んで。先読みカスタムのこの発展は熱くない。はい、復唱して。先読みカスタムのこの発展は熱くない。よくできました。俺から学んでって。まあ、今地元のおじさんも後ろで立ってたけど、ちゃんとうなずいて終わったわ。熱くないって。ステッカーあげようと思ったけど違った。熱い、これは熱いよガチで。先読みチャンスは少なからず 45% の信頼度で、これ3段階で発展していけば熱いっていう演出なんだけど、逆なんだよね。発展しない方が、継続しない方が熱い。
苦笑して復唱したし、継続しない方が熱い。せい。よく言えました。まあまあまあ、それでもね、先読みカスタム入ってるんで熱いです。でこの劇場版Qってやつは過去エヴァンゲリオンの作品の中で一番意味不明だから、これ飛ばしてもまだ見れる。ちょっと怪しくなってきたね。怪しいね。京都、まあ、するんだ。覚醒してほしい。共闘だね。カットイン次第。金カットイン。AT フィールド最強だから。いけよ、みんな。マジ？ここほんと大事だよ。終わったわ。外しました。マジかこれ。いきなりこの外し方きつ。ちなみに、1万円で173回転回ったんで、あり。お客様の対応しながら、ガバ打ちでその数値なんで、俺がマジで真剣パチプロで打ったら、20弱、硬いね。マジ、いった。まあ、先読みないと思うんだよな、保留もねえけど。今日一発目のリラックスステップアップ。次ガント、熱かった。奇数シングル無理無理無理。マジ、マジマジ？キャオルン？こんなので当たるの？もうなんか500円も損したし、なんかごめんな？こんな当たり方で。会いたい。会いたいよ、キャオルくん。投資が17,500円、267回転。一応初めてのタイプレイなんで、バランス型からいきまーす。ラッシュなんですけど、163回転のロング ST で 99.5 分の1を引けばいいと。でその当たりは全て1500発、変わらずだね。簡単。赤ボタン何これ、熱いな。まあ、明日への方向との違いはもう演出がね、もう5倍くらい増えてる。でカスタムもむっちゃあるから、もう無限なんよ。年内無理だね、全て把握するのは。そのくらい多い。はい、気持ちいい。まあオーソドックスな当たりだね。あと変更点としましては、この当たってからの音、ドレミドーみたいな、ドレミファーではなくドレミドーになってるんで、そこだけ注意で。はい、順番に当てていこっか。一発告知プレミアムアップできます。アスカだね。せっかく多彩な演出なのに、ちょっとこれはもったいないなとは思ってます。赤、これもらったね。はい、縦初号機決戦赤、もうチャンスアップもりもり。ただプレミアがなんもないね。これ外してからの逆転キャオルもあり。そうだね。ああ、フクイヤーが手汗半端じゃない方におすすめなのがプレミアアップ。フクインエアーが回れる、まあ、デートだね。女の子とのデートの時にフクインエアー、そこで手汗をかばかした方がいいわ。そういった方におすすめ。まあもちろん女性の方もやっぱ恥ずかしい手汗は、でもフクインエアーでかばかせばいい。はい、続きまして、さっき読み圧、これもね前作からあるんだけど、まあ改めてやってみましょう。さっき読んだ時点で当たり濃厚かな。まあ、だから余計な演説、ガセめんどくせえ、ただ演説は見てえなーっていう、まあ、そういうね、熟練者におすすめ。当たったね、もう、脳汁だね。まあ、今回、先読んで当たったんだけど、まあ、前作同様、別に先読みやつにしても占有率そこまで高くないんで、まあ、バランスよく楽しめちゃう。
これ次がね面白いね。まあ、カオルくんのモードなんだけど、まあ、キャオルくん出現率がアップ。ただね前作と違ってね、ここにねキャオルくんランプがつくんだ。でこれが光るともう大当たり濃厚確定だね。いろんなタイミングで光るんだけど、まあ、リーチ発展時ボタンレバーどっちなんだい、その手前でピカンとか、あと外れてからピカンとか、ほらこのタイミングもあるんだよな。もう実はこのキャオルくんランプ一番面白い説あるよ。でこれでもまくり最高のキャオルくん味わいました。まあ、まくったんだけど、まあ、今回の動画は勝ち負けじゃなくてエヴァンゲリオンタイプレイの魅力を伝える動画だから、まあ、別に嬉しいかって、まあ別にって感じよ。魅力が伝えられてるかなっていう心配の方が勝つよ。そうしたらもう次はねフルカスタム、今回新しく入ったやつかな。まあこれはもういろんなものがいっぱい出ると考えなくていい。まあ、何か台から反応があればもうすなわち当たりですよって感じかな。実はこのフルカスタムがドキドキできちゃうかも。白黒はっきりしてるから、でインパクトフラッシュが鳴りやすいから、台が密集してるホールとか5連敗が多いホールはちょっと迷惑になっちゃうかな。はい、残り50。フルカスタムの良くないところ出ております。何も起きてないね。バカったら伸ばしとけよ。もう朝一持ち玉持っとかないと。6300玉、まあ、マリはねあんまり選ばない方がいいと。で今みたいな感じで、まあ、いろんなキャラクターで演出が選べて、なおかつ ST も昼間夕方夜って3ステージに分かれてて、またそこで信頼度が変わったりするんだよね。でなおかつこっちのね右側の方のカスタムも選べちゃうんで、やってることカスタムロボ、もうみんなわかんねえか、おっさんしかわかんないからカスタムロボ、まあもう組み合わせ無限大なんで、みんなもぜひ楽しんでみてください。じゃあ今日はこれで実践を終えたいと思います。お疲れ様でした。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。手分けにもいかないのがパチンコ YouTuber、 あの回転数ね上がるかと思ったら下がったね。スロット開いたらスロットどうかな。新エヴァンゲリオンのタイプレイ面白いんだけど、最近のねスマスロもまた面白いんだよね。わざわざ朝から打たなくてもいいから、ちょっと秋次第スロットに行きたいと思います。あのねパシャンは先読みないよ。どんなのが来るかね。これだよね先読みやつのいいところ。あれあまり行かないステージ、これシンジ君回想みたいな、刻めば刻むほど熱いみたいな、これね本当に見たことない。まあ、次行っちゃうんだろうな。行かないんだな。これ当たんなくない？覚醒来なきゃ当たんねえな。リーチ矛盾とかないかな。これ逆にじゃない？あ、ほら暴走だ。ほれ反応が 0.5 秒遅かったけど、そういうことやりました。完璧。持ち玉が3000発で、僕間違って500円使っちゃいました。確か塔の課だった気がするから全然問題ない。323回転ボーソボーナス。じゃあ新エヴァンゲリオンのね魅力を全て伝えるっていう業務があるんで、フルカスタムもう一回やってましょう。駆け抜けちまったら単なる300玉よ。はい、スロット島見てこようかな。スロット台見て回ったんですが、想像以上に空き台がない。鏡とか剣眼アシュラとか絶対打たんやんっていうスマスロすら埋まってる。そう、今日3連休の初日でみんな休みなんよな。どんどん人増えてるわ。空き台が多かったこのタイプレイ島も今もう満台だもんね。永遠の消防隊のパチンコとか見たい？どう？うつ合成 OK。 352回転。はい、もうムカつくんでフルカスタムでいきます。絶対に1回は出る、乗り越える。はいはいはい、このパターンね。ダメダメ、止まれ。もうちょっと待って、こうなってくるとフルカスタムが今300回転 ST スルーしてる状態になってるね。ここ駆け抜けちゃうと結論出ちゃうけど平気？
こんなのでは当たりません。8点。まあでも熱くねえこんなのも。はい、もうこれ駆け抜けるから、ちょっとこのリーチでワクワクしてねってことか。レバーだ、マジな、ほんある、こんなこと。いきます。は、これ復活ってなんかプレミアある、復員構えろ。は、舐めてんだろマジこれ。今ワクワクしたみたいな、ねえワロちゃん今ワクワクしてるねみたいな、やっちゃってんじゃんこれ。残り50。きゃー、よかった、危ねえ、耐えた。キャオ、キャオでございます。今回は赤もあります。刺激、あ、あ、マジポリウレンや、かっこいい。どれで見る、どれ、キャオルくんだろそこは。キャオボイス、かー、やば、見たことありますか、あなた。ないですよね、これがタイプレイ。あんなあるんか、ホーリュー変化、気持ちいいね。この音いいよね、目覚まし時計に欲しい。適してないね、一瞬で終わっちゃうから。変えた。7は当たり確定でございます。逆手余裕だな。はい、これで投資分追いつけましたね。1万8000投資。マジ？こんなあるんか。キュイーンだ、ここでキャオだ、最高。ああいう血液パターンもあるのか、いいね。ちょっとね、今日最高連ちゃんはキャオルくんで迎えたいんで、キャオルくんモードでいきます。4だよ。3読みどうだろう、3読み絡んでっからダメ。あーつい、もうギジレンはもう当たるんよ。キャオ、ギジ3連は確定でございます。最高、流れがいい。ドレミドー。で、今朝何があったかというと、まあ、俺が悪いんだよ。朝お腹痛くてトイレ行ったんですよ。で、帰ってきたらカメラがもうぶっ倒れとって、そういうことって昔からたまにあるんだけど、まあ、無事データも壊れてなくてカメラの破損もなかったんだ。で、今回初めてだったのが、その倒した人がね、待っててくれたんよ。で、ちょっと足引っ掛けて倒しちゃってごめんなさいみたいな。俺ね、もう感動したね。謝るってこんだけ素敵なんだと思って。いや、もし仮に壊れとっても弁償してくれって言えんわけよ。一般のお客さんからすればさ、邪魔な人間なきよ、わざわざそういうことを言ってくれるってさ、嬉しいよね。だから今日ね、もう朝一からね、気持ちのいい実践。これ多分濃厚放流だろうね、濃放流。明日への方向はよくあったけど、タイプレイに関しては濃だね。どれ見ろ。僕もね、謝るってこと、まあ、お礼と謝罪はね、ちゃんとした方がいいって思いながら生きてたけど、バレないしごまかせるわって思ったことでも積極的に謝っていこうって思ったわ。むちゃくちゃ今日ね、いい収録になっている。ごめん、それはちょっと出玉だわ。展開がいいからだ。協力行こう、一番発一緒に踏もう。赤穂はもう強えんだよ、エヴァンゲリオンは。めちゃくちゃにしちゃって、協力。もう光ってるやん。エピソードボーダーズ、生まれて初めて見るかも。クソ相性悪いんだよこの機種。1万発オーバー。はい、いきなり緑、熱い。いつ光るキャオル、おじさんに教えなさい。来るよこれ、どっちなんだい。キュイン来るよ、どっちなんだい。わかんない、
これね、復活吸引だね。はい、みんな分かった？これだから。分かっていたよ、キャオル君。ちょっとこの吸引はくどいな。はい、気持ちいい。ちょっともうね、キャオル君来るって分かってるパターンが多いね、今回。おー、レイボーキャオ幸せにしたかったって言い方よ、幸せにしたかったって。じゃあ先読みやつ、まあこれがね、アセの方向で一番好きだったから。うわー、次回予告カスタムしようかなと思ったけど、ここでわーだわ。はあ、これはなかなか見れないからね、今作は。あ、もうそのまま当たりじゃないんだ、ないパターンだ。はい、当たるね、ドン、押せ。はい、待て待て待て、今見たよこれ、俺初めて。え、選べない。スペシャルインパクトラッシュ、これ何なんだ、初めて見ます。僕この台ほとんど勝ったことないんで。なあ、これか、多分違うけど、腕力、腕力一回転当たり。え、結構爆連になってきたよね、13回目。あ、スペシャルってもうないんだ。あ、あれそういうことなんだ。あ、つまり自己的にキャオル君になっちゃいました。はい、緑。かかガセあるんだって思わせてから、いやいやいや、基本熱いからみたいな。かマジかよ、これ生き物じゃんこの台。ここだけだよね、ここテンポ悪いよな。最後の下来たらもうパッと当ててよ。気持ちいい今のは。緑だけどあっちだろ今の。いい入賞取ったもんな。すげえ。今ので協力来ないんだもん。当たんねえかもな。そしたら。いくらね、レインボーでも協力おらんから。はあ、ああ。二度気持ちいい。キャオルモードいいね、面白いよ。はい、15回目。来たこの保留。あ、外れるんだあれ。学び多少熱いんだろうな。残り50から頑張ろう、より強固な ST にしちゃおう。ここを乗り越えさえすれば爆連よ。で、僕タイプレイの趣旨見たんだ、ちょうどマイナス20万円。今日でまくろう、パチンコドリームやろう。これ弱いわ。発展はしたけど、これはちょっと難しいね。いくら先が読めないキャオルクモデルもあるぞこれ。あとはキャオルをペカらせれば。うわ、もういや、これすごいよね、キャオルクモード半端じゃなく面白い。完全告知だからさ、どうしても演出面がさ淡白になっちゃうんだけど、バランスめちゃくちゃいいんだよな。素晴らしい、これ伸びるわ。1回の実戦で20万負けまくっちゃおう。エピソードボーダー。あ、来た襲撃、このタイミングで来るかよ、やばすぎ。半端じゃねえぞこれ。いや、これもう20連通過点だろこれ。はい、これで17連。マジで今日で20万負けまくれっかも、まあ、タイプカオルも合わせるともっと負けてるんだけど。マジかこれ、20、ここ止めたい、怖い怖い、ぐー、残り10、無理か、大健闘なのか。大健闘だな。17連の24,300発、なんとこちらで持ち玉が23,000発になりました。
しかし僕はこの台で20万円負けてるんで続行します。スロットには浮気しません。タイプレイでいきます。先読んだでもいいですよ。どうぞ。もうどうせ当たんないんで、はい、頑張ります。ありがとうございます。ロング来いや。赤保留、これは当たらんね。あ、レイ背景当たりますね。 85% ね。ありがとう。255回転この後だよね。確定。あ、最高。当たりっすね。マーハズさん、まだ持ち玉2万1000発あります。かっこいいな、やっぱな。レバー開きます。はい、気持ちいい。はい、ドン。オッケー。うわ、びっくりした。どうしたんすか。そうっす、YouTube です。はい、もう地元のおじさんが耳元でなんか言っとったな。はい、昇格演出楽しみたい方、レバー握ってください。ブルーレバー昇格、気持ちいいぞ。来い。これダメだ、飽きまへん。超えろ。ちくしょう。まあ、時短戻しもやってパチンコ YouTuber 一流か。 OKOK 了解。びっくりしたな、めちゃめちゃ白髪の地元のおじいさんに YouTuber って言われた。No no 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 スーパー YouTube。 でもあんなおじいちゃんでも YouTube 見るんだな。もう70後半とかだったよ。来た、先読みチャンスやぞこれ。ボケが 45% わかもらったわ。やば、これは。あー、もうはちゃめちゃしとるわ。くわ、もうガチやったな。いやー、完璧だわ。もうあえてこのね、カシウスが何パーかって言いません。皆さんも感じてください、どのくらい熱いんだろうって。あえて言いません、チャック口に。はい、このリーチ全回転の次に熱いです。信頼度はあえて言いません。皆さんが決めた信頼度がそれが信頼度。シェイク、まあ、書き下ろしなんだよな、このリーチは。原作ではこのバトルはない。はい、 OK、 グラッチェ。時短引き戻しでございます。半端じゃない。残り17回転かな。すごくない？今日負けねえぞこれ。ふぅ、パチンコ楽しい。なんでもいいな、これも。バランスタイプにしてカスタムを次回録にしよう。これは面白いぞきっと。はい、カスタムを次回予告カスタムオン。果たしてラッシュ中ね、俺このカスタムしたことないからどんな感じになるんだろう。持ってないね、これは。あらあら、うわ、もうフラグじゃん、もうフラグじゃないですか、そんなの。まあ、なかなか当たりの多いいい回だったんではないでしょうか。まあ、今回の新エヴァンゲリオンタイプレイ、この実践に関して反省するポイントはありません。すごいいい実践だったんじゃないかなと思います。じゃあ店内状況の後にエンディング、どうぞ。はい、ハイパー店内状況タイムでいきます。こちら今日最大3800枚の信用日数、隣も今日最大枚数6500枚、素晴らしいね。こちらも安定グラフの延々の消防隊、その隣も差枚数プラス4000枚、こちらが R1 最高枚数は4000枚くらいかな。3700枚出ているカバネリ、こちらも安定グラフで3800枚出ているカバネリ、恨みまで2600枚お持ちのカバネリー。こちら仮面ライダー5400枚、ゴブスレ、こちら差枚数が4000枚プラス。ガルパンはね、4、5の確定聞いてるんだけど、どの台かわからない。この台はね、3600枚。こちら吉宗4700枚ピーク、こちらの台が4、5の確定だ。ピーク1600枚。
ありがとうございます。もうガルパンかなりきついな。頑張っていただきたい。天然コーナーこちらサマイスプラス3000枚くらい、その隣は突き抜けてサマイスプラス4000枚、こちらも最高出玉4100枚。天然こちらも素晴らしいね。サマイスプラス4000枚、こちらもサマイスプラス4000枚。天然もね5、6確定とか聞いてます。こちらの台はサマイスプラス3000枚弱かな。こちらははちゃめちゃにしてるのはソートアートオンライン一撃かな。こちらピーク4000枚のモンキーターン5、こちら苦しい展開ですが夕方5時半で初当たり15回の北斗の拳、こちらは初当たり14回、隣が17回、18回といい感じの台が並んでるね、はい、こちらも15回、こちらも15回、2800枚ピーク、隣も15回、こちらは16回だね。カラクリサーカスね4、5確定聞いてるんだけど、どれも厳しそうだね。こちら8000枚出ているバルブレイブで、乙女は4、5確定、5、6確定聞いておりまして、こちらは3500枚、2個隣が4900枚、隣が7300枚、その2個隣が8200枚。揉めている主役は銭形、こちらも出てるね。枚数が一撃でわからないんですがすんげー出てます。銭形稼働いいな。でエウレカセブンコーナー4、5確定聞いてます。どの台かわからないけど稼働はいい状態。このグランベルムなんかは設定ありそうなグラフだね。素晴らしい。このイニシャル D も安定グラフでサマイスプラス4000枚、こちらのグラフ素晴らしい。シャノー D 前代プラスなんで前代あってもおかしくない。あいでこちらのピラミッドアイがパネルショート、このケモフレは初当たり13回だね。設定あってもおかしくない。サマイスプラス1300枚くらい。はい、お疲れ様でした。実践終了。今日はねこんな感じでエンディングを取りたいと思います。収支発表いきます。投資が18000円、回収2735玉、解消。さすが明日への方向の後継機、大変よくできていました。通常時に関しましては明日への方向同様シンプルでとても楽しく、そして ST だね、演出の種類めちゃくちゃある。もう全部見たつもりではいるんだけど多分まだ半分いってないわ。まだまだある。まあやっぱりタイプレイは鍛えられ方も甘いんで、抽選悪かった時は積極的に打ってもう ST 中全演出コンプリートしてやろうかなと思います。そんなね実践収録に抜かりのない僕のスケジュール、こちら。遊びに来てくれた方には永遠の消防隊のパチンコも面白いよステッカーをお配りしております。ぜひもらいに来てください。といったわけで今回はです、いやー久々のエヴァ実践とても良かったよ。てかさ、ワロス保留連しすぎじゃね、あれどうやってやってんのって思った方はチャンネル登録とグッド、そして X をフォローしていただければと思います。では今回これで終わりになります。次回もご視聴よろしくお願いします。お疲れ様でした。じゃあね。